ちゃこんにちは。さあ、豊さん。へい。お、へいときましたね。そうです。わっちゃん。わっさん。そうです。今日は開幕して見えてきた、はい、この助っ人外国人選手は使えるぞという。まあ、使えるな。いや、使えるよ。はい、使える。まずウォーカー、うん、まずウォーカー。その前に豊さん、はい、あの豊さんに選手をピックアップしていただいたんですけれども、うん、本当に悲しいかな、声優一人もいません。いや、ピッチャーがいる。あ、一人いたか。野手がいない。野手がいない。そうなんだ。でもまあ実力者としたらオースティンとかね、オスナとか、はい、いるけども、うん、それはもう実績あるからね。そうです。あえて外してるけど、あの新しく入ってきた一応助っ人外国人、まあオドアとか帰っちゃうしね。変わりました ね、 ね。それから広島は2人ともちょっと怪我で、怪我だね、揃って怪我かみたいな。今純ね日本人で全部やってますからね、まあ、カープは、うん、その中で活躍するであろうというね、はい、新助っ人、新助っ人、まあ、助っ人というよりも、まあ、新外国人選手たちというところですけれども、はい、まあ、豊さん先ほどちょっとお話した、はい、ウォーカー先ましたけど、ね、はい、まあ、ただウォーカー選手はね巨人でやっていたという実績で、今年からソフトバンクに移って、まあ、リーグを変えてね、はい、やっぱ彼いいなバッティングは。で7番だぞお前、ウォーカーね、7番ウォーカーインチキだよお前。まあ、その前に栗原選手がいて、でコンちゃんいて、山川選手がいて、9番に牧原だよ、うん、ジョーカーが9番に切ってんだよ、すごいな、まあ、あの打線では魅力あるけど、その中でやっぱ山川が4番にいる、うん、ウォーカーが7番にいる、はい、この2人両方とも一発打てるバッターがちょっと人を挟みながらいるっていうのがまた嫌だなこれ。だその間に挟んでるのが近藤選手と栗原選手がこうねいてっていうところなんですけど、まあ、だからウォーカーは打つよやっぱ。やっぱりその巨人時代はその守備っていう不安が、まあ、負担があったな、うん、負担があったけども、まあ、それもいい経験としてね、はい、多分野球人生の中で刻んでると思うけど、バッティングに関してはやっぱ彼はいいわ。いいですね。さすがジョニーだよ。ジョニーじゃない、デニーさんです。そうそう言われます。また私 LINE 来たんですよ。何がジョニー、あのデニーさんから間違えたでしょって。あ、そうそう、ジョニーとね。いやデニーはやっぱりいいとこ目つけてるわな、うん、デニーさんがねあの引っ張ってきた。いやだから DH の選手だというふうな条件付きで取ってきてるんだけど、守備使いだからあいつ慌てふためいてさ、いやいや守備やってないからって、いやいいからいいからみたいな、いやいいやなって彼負担になるよって本当になってましたもんね。まあだけどその中でも20本打つぐらいだから、いやすごい、いやウォーカーはやると思うな。しかもデニーさん情報ではウォーカーめちゃめちゃ人が良くて練習熱心って。いやだけど、うん、あれ風貌変わったなヒゲ、もう全然違う人になってた、ものすごい精悍になったね。で超ワイルド、ああ結構男前だもんな。男前ですよ、あのベビーフェイスから一気にこうちょっとワイルドになって、いいイケメン親父になったな、うん、親父でもまだ若いんですけどね。そうですよ、だからプランコ選手もね、まあ、ロッテ行って活躍しているように、ウォーカーも、うん、楽しみですけれどもね。さあ続いてはマチャド、はい、オリックスの、まあ、今中継ぎに入ってるけどね、はい、まあ、平野が抑えに行ってるけども、でまあ途中でこう変わってくるかなっていうふうに思ってるんだよね。早い、球が速い。インチキぐらい速い。インチキぐらい。それとチェンジアップも速い。はい。だからチェンジアップとストレートの見分けがそう。だってチェンジアップが150キロ超えたらいかんやろ。そうですね。まっすぐ160キロ超えてるけどさ、うん、あとはね、やっぱ欠点とすれば、塁にランナーを出した時に隙ができるちょっとね、タイプかなって思う。まあ、ちょっと気になってしまうという、まあ、気になるというか、ホームがちょっと大きいという意味では、あ、いやだけどやっぱなかなか塁に出るのは至難の技だな。おということは、まあ、今ちょっと中で投げてますけど、中島監督は抑えに変えてくる可能性、変えてくる可能性、まあ、平野もある程度の年齢で投げてるから、はい、うんうん、だから1年間持つとは思ってないと思うんだよね、はい、だからまあその時にマチャドを抑えに使ってくるかなという、うん、あらなかなかやっぱ抑えってなると打てないぞ、まあ、1イニングインチキぐらい速いから。インチキぐらい、まあね、身長も185、体重105キロ。そうだな、うん、ちょっとフォームがでかすぎるけどね。あだからそっか、でかい感じがするけども、まあランナーが出た時に、まあ、チャンスを広げられるというかさ、うんうん、まあだけどなかなかチャンスくれないよな。そっかそっか、まともにいきゃ、うんうん、さあ続いてはアブレイユ、はい、これ西武の抑えだよな、うん、これはあのなんていうんだろう、
そこまで行ったら安心感あるな。あそこまで行ったら安心感。いや、あの海野とアブレイユが続くんだけど、はい、なかなかやっぱ打てる気しないよね、うん、で先発ピッチャーで今井とか高橋光太とか繋がってきたら、うん、いやもう無理。みんな早い中で投げ早い中で勝負してるよ。そうですよね。あのその中でもアブレイユっていうのはやっぱ力あるな僕にな。ですよね。いやだからその増田投手がやっぱり年齢的なことっていうところでやっぱり西武側はピッチャー取ったっていうところだと思うんですけれども、増田1球投げるのに1分ぐらいかかってたからね。もうねあのピッチクロックがあったら2ボールぐらいになってたから絶対に。もういやそのぐらいやっぱこうなんていうの自分を追い込まれてたから、だからアブレイユはいいな。さらに西武の、ね、ピッチャー陣に強化なものになってきたっていう。いやそうだな、うん、これもなかなかやっぱあそこまで行ったら打てないよ。そっか、いい投手を取りましたね西武も。いや取った取った、うん、はい、さあ続いてこうちょっとセリーグになりますけれども、セリーグはあの DeNA のジャクソン。はい、いいな。いやずっといいだから始まる。やっぱねボールに力があるのと変化球がいいよ、うん、ナックルカーブ、はい、でパワーカーブ、うん、これのキレがいいな、またな。うん、で平松さんによると、この投手はチェンジアップが好きだねってチェンジアップばっかり投げるって言うけどさ、はい、いやチェンジアップの抜けもいいよ、なかなかな。あ、そうなんですか。ただちょっと弱点としたら、何かこう癖みたいなものが出てる可能性があるな。あ、これからチェンジアップの時にね。あ、うん、だから、まあ、そこら辺は早く修正した方がいいかなっていうふうには思う。まあね、あの先日の阪神戦で初めて投げてみて、うん、お目見えという形でしたけど、まあ、そうだね、まあ、さらにやっぱりボールに力あるし、あのコントロールがいいな、うん、だから自滅型ではないからさ、そういうことですよね。だから非常にまとまって投げれるという意味からすると、うん、相当な戦力にはなると思う。これどうなんですか、2桁10勝11勝は十分可能性は、おということはバウアーの穴を埋める可能性はある、うん、十分ありますね。おさあ続いてはヤクルト。あ、ヤフーレ、はい、このピッチャーそんなに速くはないんだけど、うん、ボールがよく動くね。ボールが動く、うん、だからちょっとちょっと沈んだりちょっとスッと曲がったりだとかさ、うん、するピッチャーで割と頭の中も冷静だしね、うん、非常に使える選手だなって。まあヤクルトってやっぱこうピッチャー不足だから、うん、だからそういう意味ではなんか救世主にね、なりそうな感じがするよね、うん、あそのここまで来てキュッて曲がるってやっぱバッターとして打ちづらい。いやそりゃそうだよお前、あ来たみたいな、うっとやったらあみたいな、うん、なるかみたいな。だからまあ例えばそのゲッツーの山を築いてみたりとかね、ボールがこうなかなか上がるタイプではないよね。あ、じゃ あの打たせる、打たせてってゴロとかっていう、まあまあそうだね、だからもう技を持ってるというかさ、はい、そんな感じがするよね。まあ、本当に苦しいね、あのピッチャーのやりくりっていうところでヤクルトは一人またいい外国人投手取りましたよね。そうね。さあ続いてオリックス、はい、エスピノーザ。エスピノーザ、はい、いいね。はい、この前もう投げてました、ね、オリックスいいな、やっぱ投手あのいない分取れてますね。取れてるよな。インチキだな。インチキ、いやスカウトとかがすごいんでしょうね。マチャドとかさ、うん、やっぱ速いし、うん、エスピノーザっていうのはもう先発でも全然やっていけるしね、うん。オリックスってそのやっぱ速いピッチャーとか、やっぱ基本的にやっぱ速いピッチャーが一番打ちにくいよ、うん、ああだからまあそういう基準では取ってると思うけど、はい、まだやっぱ特別だな、うん、やっぱ投げるこう手足長いしさ、うん、非常になんかこう踊るように投げるというか、うん、ピッチャーらしいピッチャーだよね、うん。まあね、先発2枚抜けてるのでいなくなってるのでオリックスは、うん、その分も十分に穴を埋めていけるような、まあ、そんな感じがするよね。うん、まあ、ちょっとねオリックスは打者陣が今現在ちょっと元気がないという状態の中で、やっぱピッチャー陣は外国人含めいいのかなっていう、そうだね、うん、でまあ特にやっぱりいいのはスライダーだな、エスピノーザ、うん、ピュッと回るというか、はい、特殊ボールまではいかないのかもわからないけども、うん、なかなか捉えるのは難しいかもわからない、各バッター、あそうなんね、やっぱこう切れるというかさ、スライダーが、はい、あーだからそういう特殊ボールを生かしながら、うん、ツーシームだとか、うん、そういう横の変化だな、大体かな、縦じゃなくて横、横の変化がうまいピッチャーだな、うん、まあ、投げ方もそうだけどね、はい、少しサイド気味で投げてくるから、うん、だからまあそういう特徴を持ったピッチャーだよね、はいはい。さあ
セリフ、ゲラ、はい、阪神ですね、うん、ジャイアンツ戦で投げたけども、まあ、その時初登板でね、少し制球という意味ではすごく甘くなったりだとかしてたんだけどね、まあ、だけどボールの勢いはあるな。キャンプの時に梅野選手が受けててね、すごいいいですよね。そうそうそう、やっぱキレがいいピッチャーだな。うーん、ただその初登板ということで体も一塁側に流れてて、少しこう体から腕が離れる、だからちょっと抜ける感じがあって、甘いところには行ってたけども、でもしっかり固まってきたらドーンというボールよりもピストルみたいにピョンピョンってくる感じのピッチャーだね。だからなかなかこうファールにはできるだろうけど、ファールにされてるんだよね多分。そういうことか。だからなかなか前に飛ばないような、まあそんな感じのピッチャーだよ。まあ、元々ね、あの取る前からとにかくあの球速速いピッチャー、速いピッチャー、抑え高峰って言われてたんですけど、でも綺麗なピッチャーだな。だからあれがこうピシャッピシャッと決まるようになったら、なかなかやっぱ打てないと思う。あの今のところ岩崎投手を抑えですけど、岡田監督はね、いろいろ流動的にしていく、まあ、そうだね、今のところはそうやってるかもわからないけども、最終的に考えてるのがゲラだと思う。球の勢いとかそういうところでもっていう、まあそうだね、うん、はい、さあ続いてですけれども、コルデロ、西武、はい、このバッターにやっぱこう運命がかかってるというかさ、はい、まあ、もう一人アキラっていうのがいるんだけども、はい、それよりはコルデロの方がバッティングとしたら機能しそうだね、うん、あのリツもコルデロの方が現在ですけど、まあ、残してますよね。だから柔軟性があるんだろうな、その分だけ、うん、だからこのバッターだけでも打ってくれれば多分打つと思うんだよね。バッターなんですか、タイプ的に。まあ、完全なパワーっていうよりも、まあ、中距離のような感じだよね。まあ、ここ打っても20本ぐらいかなという感じがするんだよね。打ってもそうか、うん、その率を残せるようなタイプの選手ってことなんですか。まあまあコンタクトがうまいんで、うん、だからまあ率は残ってくるかもわからないけども、やっぱ勝負強さだな、を身につけてほしいというか、まあ、こう発揮してほしいというか、うん、まあ、そういうタイプのバッターだけど、彼はやると思う。結果残せそうですか。残せそうだと思う。ここ最近西武取ってる外国人野手なかなかこう、はい、ね、真面目なんだけどな。真面目なんだけど結果が出ないという。そうなんですよね。ああ、だからもどかしいよな。そうで、昔はね、一発のあるような選手を取ってましたけど、今はそのやっぱり中距離というか、まあ、そうだね、そっちに変わってますよね。まあ、パワーヒッターってなかなかな、向こうも出してくれないだろうしな、うん、だからまあ中距離20本でもいいから100打点近く、うん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 、俺は上げれそうな気がする。おー、じゃなかったら西武を1位にしない。そうですよね、うん、今現在ですけど西武はもちろんピッチャー陣の防御率いいですけど、バッター陣も実はすごいいいというかね、まあ、頑張ってるね。そうなんですよ。だからアギラがコルデロと絡んでくれるようになってくると、はい、これはいいよなと思う ね、まあ、ね、トロサキ選手とかも非常に今率トップ走っていいので、その中でさらにこう外国人選手が活躍してくれると打線が、ね、安定的になってきます、まあ、そうだね。さあ最後です、スティーブンソン教授なかなか結果出ないんだよ、ね、今、1番、2番、2番、まあ、大体1番、はい、うん、まあ、開幕の時は松郷が1番打ったけど、はい、まあ、大体1番で使われててね、うん、でセーフティーバントだとか、はい、いろんなことを見せてくれてるけども、うん、今のところ結果は出てないかもわからないけども、俺の見立てでは絶対打つっていうふうに思ってるんだよね。それはどういう、やっぱコンタクト、仕方がうまいんだよ。でただ、今もう攻められ方は、とにかく押し込んで押し込んで落とされてる、うん、だいたい振るんだよ、うん、でもこれが止まって我慢ができるようになったら必ず上がってくる、うん、でもそれは今こう繰り返し練習の段階っていうふうに考えてくれれば、うん、この教授はこっちの教授はスティーブンソンは絶対慣れてくるから、うん、分かってくるから。そうなんですね、まあ、そのぐらいの頭を持ってるし、うん、研究も多分してると思うし、うん、だから彼は必ず力になると思う。まあ、伊藤さん的には何月ぐらいから、何月？ 5 月だな。5月か、なんだよいいじゃねえかよ4月ダメかと。いやいや4月ダメっていうよりも4月から徐々に上がっていくけども、上がってきて、でも5月になったらもうしっかり形になってるっていうことだ。そっか、だから逆に言うと5月にしっかり形になってないと遅いよ、もう外した方がいい、うん、って外した方がいいいやだけどそういうことには多分ならないと。
今日中だからか。逆にだからレイエス選手よりもスティーブンソン選手の方がなんかちょっと活躍しそうかなと、まあ、そうだな。レイエスはちょっと心配だな。あ、逆にそうか、うん、そうか、まあ一発とかね、大きいところを狙ってくる選手なので、まあまあ、だからまあ今まで挙げた選手がね、はい、今年は日本球界を騒がしてくれる。そうですね、はい、やっぱり昔のイメージでいうと外国人の選手っていうのはやっぱり成績を残して非常にこう、まあね、チームに貢献してくれるっていう、まあそうだね、嬉しい、ありがとうっていうイメージがあるので、やっぱ、ね、今年来た選手たちもそういうふうになっていってくれると嬉しいですね、はい、まあ、そうだね、はい、はい。